稲駅。稲駅は、愛知県豊川市稲町南山神殿にある、名古屋鉄道、名鉄名古屋本線の駅である。駅番号は、NH02。急行停車駅だが、特急や快速特急の一部も特別停車する。特急以上が特別停車する。時間帯は、ほとんどの急行が当駅、または、国府で折り返しとなっており。 間隔が開くのを避けるために停車している。駅の乗降客は多くはないものの、隣の豊橋駅へは、東海旅客鉄道飯田線と線路を共有している。関係で、毎時6本しか乗り入れできないという制約があり、普通列車、臨時列車、団体専用列車、試運転列車、回送列車、豊橋駅へ送り込む回送列車を除くのすべてが、当駅で折り返している。 そのため、豊橋方面の列車は一部時間帯を除き毎時2本の急行のみである。稲駅の開業年月日には諸説があり、はっきりしていない。愛知電気鉄道、愛電は、岡崎から豊橋、吉田への延伸計画を立てていたが、自社線による豊橋乗り入れに先立ち、ひとまず、豊川鉄道の小坂井駅に接続して、豊橋方面との連絡を図ることになった。 アイデンが1925年、大正14年に、鉄道省へ申請した、下地岡崎幹線路設計変更並みと与川鉄道、連絡線付設工事認可申請には、小坂井、村大技、稲荷を手、弊社線の停車場を設置しぜより分岐し、とあり、稲駅の設置も計画されていたが、岡崎小坂井間が開通した1926年、 大正15年4月の時点ではまだ存在しなかった。その後、1927年、昭和2年6月1日に、吉田方面が開通したが、稲駅の開業は同時、または、その前後だったとされる。名古屋鉄道100年市では1927年、昭和2年6月1日の吉田方面開通時に、稲信号所を設置し、同年9月1日に、 駅へ昇格したとしているが、昭和2年6月1日に発行された、アイデンの時刻表にはすでに異駅が特急停車駅として掲載されていたほか、吉田方面開通を知らせた、官報1927年6月11日号には、伊が、節駅と記されており、吉田方面開通以前から存在した可能性がある。なお、豊橋方面開通に伴い、小坂井方面は、 小坂井線、後に小坂井支線へ、改晶となり、豊川方面との連絡線と位置づけられたが、豊川市内線の全通に伴い廃止されている。短式、島式の複合型2面3線のホームを持つ、京城駅である。2番ホームが短式、3.4番ホームが島式である。自動改札機は、トランパス導入時に2機設置された。 IC カードマナコの使用は可能である。京城駅舎構えは1から3番線だったのを2から4番線に振り返ったため、1番線は欠番となっている。これは従来存在しなかった下り複本線の用地を確保し、1番線として使用できるようにしたためである。現時点では駐車場になっている。豊橋方には一部未整備の用地を見ることができる。 橋上駅下に伴う配線変更以前は、四4 5番ホームも存在したが、有効長が短く未舗装であり、晩年は留置専用で上空に利用することは、ほとんどなかった。現在このエリアには留置線が5本あり、そのうち最も西側の一線は下り方へも、発射可能となっている。改札を入ったところに、方面別に反転フラップ式案内表示器が設置されていたが、 現在は LED 式のものに置き換えられている。豊橋方面は朝と深夜の特急特別停車時間帯を除いて休行豊橋が表示されたままとなっている。校内通過制限速度は豊橋方のポイントが時速 100km、国府方が時速 110km と時速 120km 区間側が高くなっており、この点は新清水駅に類似している。 また、配線変更に際して、上り線の小田淵駅当駅間に、閉塞信号機が増設された。駅構内の放送はすべて駅員の肉声によって行われており、自動放送はない。日中は、豊橋駅発着の急行と当駅で、名古屋方面へ折り返す普通が1時間あたり、各2本、30分間隔で交互に停車する。始発列車に、 名古屋方面の東駅発の特急、2200系プラス3100系、または3150系の8両が設定されている。ほか、朝のラッシュ時には、稲駅発の急行等も数本あり、豊橋発の列車本数が限られているのを保管する、形になっている。また夜、東駅に特急が停車する、時間帯は、豊橋機の列車がほとんど特急となるため、稲止まりの急行等も、 同様に、数本存在する。さらに2006年4月29日改正で、初めて当駅止まりの特急も新設された。これは、それまで国府止まりであった列車を、今まで延長運転したものである。この特急は、稲駅で停泊後、名古屋方面へ向かう。2008年12月の改正で平日のみもう一本、増えており、平日の稲止まりは二本になっている。 事故などで名古屋本線のダイヤが乱れた場合でも JR へダイヤの乱れを広げないようにするため通常の豊橋駅の特急や急行を一時的に当駅止まりにすることがある。この場合、東海道本線または飯田線で振り替えとなる。逆に JR のダイヤが乱れた場合も通常の豊橋駅の列車が当駅止まりになることがある。豊橋駅は JR の管轄であり、同駅へは JR が優先的に入線することになっているため、この場合の振り替え輸送はない。平日の朝2本のみ、快速特急が特別停車する。駅の西側は工場が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。